はい、皆さん、こんにちは。下村拓司でございます。今回は、不眠、不眠症に用いられる漢方薬について確認していきましょう。夜眠れない、どんな漢方薬がいいのってことを今回まとめましたんで、体に合った漢方薬を選択できるようになりましょう。じゃあ、今回ですね、不眠に用いられる漢方薬をこんな感じでバンと並べてるんですが、ただただ並べたんではなくて、実症向け、中間症向け、巨症向けっていう感じで並べてるということになります。 で、まあ、実症向け、中間症向け、巨症向けでこんな感じで並べてますんで、まず実症向けの漢方薬から一つ一つ確認していきましょう。じゃあ実症向けの漢方薬なんですが何があるかというと、大細胡糖となってます。じゃあこの大細胡糖なんですが、どんな人に向いてるかというと、実症向けということで体がガッチリしてる。比較的体力のある人ですね。そしてかつ、肩こりあったりとか、あとは便秘なんかある。この辺なんかを押して、 痛みを伴う。そういった患者さんで不眠があるよねってなった場合は、大細胞痘が向いているということになります。じゃあ、続いても実証向け、もしくは中間症に向いているお薬として、オーレン下毒痘がありますね。じゃオーレン下毒痘なんですがどうかというと、のぼせ気味、顔色が赤い、イライラしてる人なんかにいいよねっていうことで、カーンってなってる人ですね。まあ、こういった人に、オーレン下毒痘がいいよとされております。ちなみに、このオーレンが、 熱を冷ますって作用がありますので、カーってなってる場合は、オーレンゲドクトが向いているということです。なので、イライラしてるカーってなってる不眠ってなった場合は、オーレンゲドクトを試してみるのがいいでしょう。じゃあ、続いては中間症向けのお薬として、翼患酸ですね。まあ、この翼患酸はイライラしてる人に使うっていうことで結構有名ってなってるんだけど、不眠症なんかにも使うことがあります。 ちなみに何が含まれているかというと、サイコが含まれている。あと、超糖酵が含まれているということで、イライラなんかに有効とされています。じゃあ、この欲関酸に似たお薬として何があるかというと、欲関酸カチンピハンゲってのがあるんですが、この欲関酸カチンピハンゲは、名称からわかるように、欲関酸にチンピが加わってます。ということで、消化器症状ある場合なんかには、欲関酸カチンピハンゲがいいよねって感じですね。なので、イライラで眠れない。 よっかさん試した。なんかお腹気持ち悪い。そういった場合は、よっかんさんカチンピハンゲに変えてみるのがいいでしょう。ちなみに、このよっかんさんカチンピハンゲなんですが、中間症とか巨症向けの漢方薬となっております。じゃあ、続いては、ハンゲ香木糖ですね。じゃこのハンゲ香木糖なんですが、どういった場合に用いるかというと、気分が塞いでる。咽頭とか食道部になんだか違和感がある。 そういった場合で不眠になった場合とか、あとは不安、神経症なんかある場合に半毛、高木等が向いているということで、不安がある。そしてこの辺に違和感がある。不眠だよって言われたら、半毛、高木等を試すのがいいですね。はい、じゃあ続いては、運形等を見ていきましょう。この運形等なんですが、名称に意味があります。どんな意味があるかというと、この形っていうのは血管を表してますね。 で、この、運っていうのが温めるということで、血管を温める漢方薬となっているということで、手足が冷える。ですね。まあ、そういった場合に用いる漢方薬となっているということで、手足が冷えて、そして不眠なんかあるよねってなった場合は、運んけがいいでしょう。ちなみに、この運んけなんですが、温めて血液の流れを良くするってことから、月経不順とか月経困難ですね。あと、高年期障害なんかにも用いることあるよね、となっております。じゃあ、次は巨匠向けの漢方薬見ていきますが、 サイコ軽視、環境等ですね。これ見ていきましょう。じゃ、この最古、軽視、環境等なんですが、環境が入ってるってことで、体を温める漢方薬となっているということです。なので、冷え症の人なんかにいいよねとなってます。あとは、イヒが入ってるということで、気逆、切れやすい人にいいよねってことで、神経過敏の人に使っていく。それに加えて、レーが入ってますんで、鎮静作用なんかあるよとされております。ということで、 神経過敏で冷え症がある。それに加えて不眠なんかの場合は、細胞、軽視、環境等を試すのがいいでしょう。で、あとは残り3つ見ていきますが、気比等と紙気比等と三素人等なんですけど、これら3つは共通した内容があります。何が共通してるかというと、三素人という生薬が含まれています。で、この三素人なんですが、快眠にいいよねとなっていますんで、 巨匠で眠れないって言われたら、三層人含んでる三層人頭、気筆頭、上気筆頭がいいよとされております。ちなみに、巨匠で眠れないって言われたら、まずファーストチョイスは三層人頭と言われております。じゃあ、気筆頭とか神気頭ってどうなのかというと、気筆頭は体を温めて血液の流れを良くするっていう作用がありますんで、虚弱体質で血色の悪い人、不眠ですよってなった場合は気筆頭を選択することがあると。 じゃあ、神木人はどうかというと、神木人は、木糸に三獅子を加えてます。でも三獅子っていうのが、気逆に切れやすい場合なんかにいいよねってことで、虚弱体質で血色の悪い人で、不眠があるとか、貧血があるとか、あとは精神不安、神経症なんかある場合なんかには、神木人を選択するとなっているということです。 ということで、今回は不眠、不眠症に用いられる漢方薬見ていきましたが、どういった患者さんにどんな漢方薬が合うのかってことを見ていきましたんで、これらの内容を把握してもらって、より適切な漢方薬を選択できるようになりましょう。それでは、また。